最高のライブだったんじゃないの？ないの？髪伸びたねって、おいおいおい待て待て、一昨日切ったぞ待て、一昨日切った、一昨日切ったよ、ちょっとパーマかけたんだよ、気づいてくれ、気づいてくれ。お風呂入ってない？入った、今朝入った。切ってない？いや切った切った、いやパーマだけじゃない、めっちゃ切ったよ、めっちゃ切ってるよ、前はなギリ見えてるな、ギリ、室内では割とアイコス多め。いやいや、それ自分家だけね、自分家には匂いつけたくないからアイコスです。別にタバコ吸っていい部屋なら吸います、髪を。ライブで汗かいたからまた、そうね、シャワー浴びて今日はもうゆっくり寝ます。うわ、マジで、もう今日はもう言うことない、もう最高、それだけっす、最高でした。今日ウォンカの話した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 、その安田がうちの学のケツを鉄パイプで引っ張ってたっていう話しましたね、そのライズの思い出で。あーもう最高、ライブ最高、マジ最高、ありがとう、お疲れ、ありがとうございました。来年もやろう、リミテッドライブやろうよ。解放宣言な、やったんだよな今日、マジで楽しいぜあの曲、なんか全部ぶっ飛んじゃう、もう最高、最高です。来年はまた、まあでもどうだろうね、キューブリックと来てライズと来て次はどこだろうね、なんかまた新たな地でリミテッドライブやりたいけどね、脱いだ、脱いだよ今日も、脱がさせていただきました。 FAD 出たことないんだよね、神さえ。アノニマスもなぁぶち上がったなぁ、モザイクね、モザイクはありやな、モザイクはねちょっと思い出深いからね、神さえが初めて東京でワンマンした子モザイクだからね、下北のね、モザイクはありだね、ドラマあるよね、やっぱドラマあるとこでやりたいよね、そのなんか意味ないとこ、意味ないとこっつか、そのやっぱちゃんと神祭がの歴史を振り返れる場所ではやりたいよね、このリミテッドライブは。まあだから九州福岡から来て山口でしょ、次は大阪じゃないですか、神祭の大阪といえばやっぱ大阪ミューズじゃないですか、やりたいね、やっぱミューズはもう本当に大阪で一番出てるからね、福
福岡はって、福岡は去年リミテッドライブでやってるからね、キューブリックで。だから福岡と来て、去年は、今年は山口でしょ、来年は大阪ミューズとかね、わかんないよ、わかんない、どうなるかわかんないけど、じゃあ名古屋だったらどこなんだとかね、ありますから。まあそんな感じで、江坂ミューズはね、あんま出てないな、あんまってか一回も出てないかもな、うん、ライブ行ってみたいわ。ちょっとムエさん、あの東京呼ぶんで来てくださいね。今神祭クソ油乗ってるっすよマジで。まあ一つ言えるのは、今日が神祭人生で一番いいライブだったと思う。もうそれは間違いない、それはもう間違いないです。じゃあんな感じかな。ちょっと俺下痢してえわ。下痢していい？下痢させていただくわ。じゃあまた会う日まで、お疲れした。おやすみなさい。